皆様、こんにちは。私、東京大学の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。本日ですけれども、3R 広報の、海外展開に向けた課題ということで、この令和2年度の、3R 広報協会の技術講習会の一つとして話題提供をさせていただきます。まず最初、自己紹介なんですけれども、私、現在、東京大学に所属しておりますが、2年前までですね、鉄道総合技術研究所に18年間勤務しておりまして、その間にですね、JR 西日本の現場の出向行ったりですとか、あとはフランスのですね、イフスタールというですね、日本で言えば、土木研究所に相当する研究機関に、出向をしておりました。この時にですね、フランスにいた時にですね、いろいろこう補強度工法ですね、フランスもちろんテールアルメの発祥の国なんですけれども、どういうふうに海外で使われているのか、どういうふうに海外に展開していくかということをいろいろ勉強しましたので、その辺を合わせてですね、本日話題提供をさせていただきたいと考えております。で、本日の話題なんですけども、こちらにありますように、フランスにおける補強度工法の開発および海外展開、2つ目として 3R 工法の海外展開に向けた課題ということで話したいと思います。1つ目なんです。まず最初に私がですね、赴任していたフランスのイフスタールというところの紹介をしたいと思います。こちらはですね、補強度工法発祥の地の研究機関になるんですけれども、名前を日本語で言うと、ここに書いてありますように、フランス運輸整備ネットワーク科学技術研究所っていうところになって、その頭文字を取ってイフスタールってことになります。で、場所はフランスの、パリ郊外東部の方で、ディズニーランドの近くにあるんですけども、周囲に国立土木学校 ENPC ですね、あとちょっと出てくるんですけども、欧州最古の大学ですとか、他にも3個の大学が存在するような、そういう学園都市的なところにこの研究所があります。で、2011年ですね、その前はですね、LCPC で、こちらの名前の方が、世界的には有名なんですけども、伝統ある名前なんですけども、LCPC っていう名前で、これ日本の土木研究所に相当する機関なんですけど、ここと、交通安全研究所っていうのが合併して発足した総勢1200人の研究所で、テールアルメ工法を発明発展させた研究機関として有名です。で、さらに、今年1月に周辺の4大学と合併して、名前がグスターブ・エッフェル大学となるということで、今、イフスタールという名前も今紹介したんですけども、なくなってしまって、大学になったと。もちろん、研究機関としてはそのまま、研究活動を、継続しているという、そういった、研究機関になります。で、こちらが、テールアルメ工法発祥の、研究機関のになるんですけども、まずフランスにおけるですね、テールアルメ工法の開発経緯ということもご存知の方多いと思うんですけども、もう一度ここで、振り返ってみたいと思います。まずですね、実構造物の適用までということに関して言えば、発明したのは、アンリー・ビダール氏なんですけども、アンリー・ビダール氏は ENPC ですね、先ほど申しましたエコール・ナショナル・デポゼ・ショセっていう、欧州最古の工学系の大学っていうところで技術、開発したものであって、特許は1963年に取得していると。で、初めて実物大擁壁が適用されたのは EDF ですね、日本でいう、電力会社になるんですけども、で、右手にあるような、こういう実物大の擁壁が適用されたっていう、そういった歴史がございます。で、この時に、土の中に補強材を入れるわけなんですけれども、この補強メカニズムの検証というのを、当時精力的にやっております。これが先ほど申しました LCPC、今の、その後のイフスタール、今のグスターヴ・エッフェル大学との共同研究を行って、この補強メカニズムの検証をしているということで、で、主に模型実験による補強メカニズムの検証ですとか、設計法の確立ですとか、あと金属補強材の腐食に対して、研究がなされておりました。で、この黎明期の、テールアルメ工法なんですけども、特に1971年以降、主に道路建設で適用されたという、歴史がございます。で、当時のポンピドゥ政権下で、強く高速道路建設が、なされていたので、それがテールアルメ工法の普及を強く後押ししたということで、多い時には年間8万平米程度適用された時があったということで、で、今ですね、この時代を振り返ってみますと、着目すべき点として3つあります。1つ目は、壁面工を、壁体をどう選定したのかということと、補強材をどのように選定したのか。あと、意外にも鉄道建設の適用例が少ないといった、この3つの点が着目点として挙げられます。この3つの点についてですね、もうちょっと次、詳しく述べていきたいと、紹介していきたいと思います。
まず壁面鋼の選定についてなんですけども、開発当初で1960年代ですね、ご存知の方多いと思うんですけど、今の、壁面鋼とは違ってですね、この写真にございますように、U 型のメタリックスキンを使用していたと。今のようなパネル、豪なパネルを使っているわけではなくて、U 型のメタリックスキンをこのように使っていたと。で、右にあるのが、アンリー・ビダール氏の、公開特許の資料で、これ1963年の資料なんですけども、ここに、書いてあるように、U 型のメタリックスキンがあって、その後ろに、帯状の、補強材を、入れているとで。そういったもので最初開発がされていたと。でこれに対してはどういう構造にすれば、どういう補強材を入れれば効くのかっていうのを検討するためにイフスタールですね、当時の LCPC で、いろいろな模型実験は行われているという、それ当時の白黒の写真になるんですけども、こちらおそらくですね、よく 今でも地盤工学の分野で、まあ、土粒子を模擬したこうアルミ棒をですね、入れて、それでこう変形特性を見るっていう研究は今でも行われているんですけども、これを、テールアルメ工法の模型として、模型実験として行っていると。ここに、メタリックスキンを模擬したものがあって、後ろに帯状補強材があったり、これは高さ、結構高く積んで、で、さらにその背面にですね、鉛直細化をするような実験。鉛直細化によって、おそらくこれは水平変異系がついてるんだと思うんですけども、この壁面鋼のはらみ出しとか、そういったものを検討していたのではないかと、推測、されます。で、この時に、ポイントになるのは、この壁面鋼メタリックスキンの力学的な役割は何であったか、当時どういうふうに解釈されていたかということが、重要となっているんですけども、いろいろ文献を調べてみますと、アンリー・ビダール氏はですね、厳密に言えば、構造物の安定に対して、このメタリックスキンは役割を果たしていないと。単に端部ですね、表面近くの土を包むだけであるという、そういう表現をしております。で、またですね、最近の土質力学の授業ということで、当然フランスのですね、大学の土質力学の授業で、補強度がですね、扱われているんですけど、まあそこでどういう教え方をしているのかなっていうのを、私の、かつての、同僚に話を聞いたんですけども、この授業 の配布資料を見ていると、壁面、このように述べております。壁面鋼筋棒の2つの補強材管の土を保つ、包むことが目的であり、構造全体の安定性にとって重要ではないと。しかしながら補強土体、土塊ですね、に変形やズレが生じないようにしなければならない。こういう、授業が、フランスで行われていると。で、これでよく言われる誤解ですね。これによってですね、発生してるんではないかなということを私は推測しております。すなわちですね、補強度構造物は壁面鋼には土圧は作用しないと。補強度工法は土圧軽減工法であるっていう、そういった誤解が、まあ、こういう、表現によってですね、発生しているんではないのかなというふうに、考えております。で、このような誤解がですね、まあ、海外でどのくらい広がっているのかっていうのを試す意味で、試すというか、調べてみる意味で、今年ちょっと面白いことやってみました。2020年6月8日ですね、今年の6月8日に、インド工科大学が主催する補強度セミナーっていうのが、アイグリップっていうのがあってですね、そこに、まあ、日本の高速鉄道に使っている補強度について、紹介をしてほしいという依頼があったので、オンラインでですね、このズームを使ってオンラインセミナーっていうのを行いましたので、507人のインド人技術者が聴講するっていう、そういった、会議、ウェビナーだったんですけども、その時に、まあ、このズーム便利なところで投票機能っていうのがあるので、いろいろ質問してイエス、ノーの回答を500人が得るっていうことができるっていうのは、機能がありますので、それを有効活用してみました。で、投げかけた質問が左のスライドにあるんですけども、まあ、英語で書かれているんですけども、まあ、壁面鋼の機能って何なんだろう、役割って何なんだろうっていうことを、書いていて、ここの横の2つの文章にはですね、補強度工法は土圧軽減工法である。で、補強材を敷設するために、壁体には土圧は作用せず、壁体は土のこぼれ出し防止程度の役割しかないっていう、これが、正しいか正しくないか、トゥルーはファルス、どちらかっていう、そういう質問を投げかけてみたところ、229人、全体の7割が正しい。99人 30% が誤っていると答えるという、まあ、ちゃんと分かっている人が、3割しかいなかったっていう、そういった、
状況でありました。やっぱりこう補強度はド圧軽減工法だっていう、そういった認識はいろいろ海外でも広がっているんだなということを、このこと今年のウェビナーを通じて、感じたところでございます。でも当時のですね、じゃあアンリ・ビダールがですね、ド圧軽減工法 とまで踏み込んでいたかっていうことを調べてみたんですけども、1965年の12月の講演会の資料というのが残っていてですね、まあ、ちなみにその時の座長が、まあ、あの有名な加工教授だったんですけども、座長の講演会をやっていたんですけど、それをずっと読んでいく限りは、補強度工法は、ド圧加工、ド圧軽減工法であるという発言は、どこにも見当たらないっていう、そういうふうにはもしかしたら思ってなかったのではないかっていうふうに、推測されます。でも、メタリックスキンがですね、先ほどのメタリックなこのスキンが、土の変形に応じて柔軟に変形し、結局はスキン内のどの場所においても、ランキン理論と同様の力の釣り合いが保たれているという、そのようなことを、例えば、この右にあるような図を通してですね、こう土が拘束されているとか、いう状況を説明しながら、このような、解説がなされていたと。で、重視されたのは壁面構全体の柔軟性であって、逆に、ビダール氏は剛性を高める、壁面の剛性を高めると、デメリットが増えるということを、言っていてですね、それはすなわち補強度体と外側ですね、どの力のやり取りが増えると、例えば壁面が剛になると、その支持地盤との力のやり取りが強くな、大きくなってしまうので、なので、壁面構全体は柔軟である方がいいという、そのような解釈がなされていたと。まあ逆、まあ、別にド圧軽減工法だとは、までは踏み込んで発言していないように、当時の講演か、資料からは、分かりました。で、まあ、その後どういう発展があったかっていうのは、これは皆さんご存知だと思うんですけども、最初は、この、夕方のスキンが使われていたんですけど、その後ですね、今現在使われているような RC 構造のパネルですね、分割壁ですね、が使われるようになってですね、RC パネル構造変更したと。これが1969年8月に、特許が取得されているということで、まあ、この時に、当然このメタリックスキンよりも、この RC パネルの方が、剛性は高いと思うんです。で、その力学的な効果は、私は分割壁ですけども、一枚一枚のパネルはほぼ合体なので、効果はあるんじゃないのかなと思うんですけども、これはいろんな文献調べたんですけども、この構造変更は、美観的な理由が大きく、理由が大きいということはいろんなところに書いてあるんですけど、力学的な理由に関する記録は残念ながら見つからなかったということになります。で、私は、まあ、この剛性が高まったということで、安定度が高まったというところは、まあ、あるはずで、本当はこういう認識はあったのではないかなと、あくまでも推測ですけれども、考えております。で、続いてですね、着目点の2、この補強材の選定として何を使うのかって、これはまた文献を調べると、最初からこの金属製の補強材ありきで話が始まっていたわけではなくて、金属補強材か需要的スタイルかっていうのは、かなり議論がなされて、検討がなされていたり、迷っていたっていう記録が残っていました。で、1965年頃ですね、ポリエステル等のプラスチックも検討されていたと。でもやはりその時に技術者が不安に思ったのがやっぱり劣化の問題で、特に水中で腐食するんではないか、水中に入れると腐食するんじゃないかということでいろいろ実験がなされていたって。でも例えば3年間水中に入れたポリエステルは、まあ、劣化しなかったっていういい結果もあったと。でただしね、土中に入れるとこのポリエステルが劣化すると。まあ、ちなみにこのビダールじゃポリエステル製の補強材を土中に入れたのは、まあ自分が世界で初めてで、ここでジオプラスティックの誕生だっていうことを、まあ、誇らしく文章を書いているんですけども、これ10年間放置したら引っ張り強度が 50% 減少したっていうことで、残念ながら技術者からの信頼を得るような材料に当時はならなかったっていうことで、最終的には需要的スタイルの採用にはならず、金属補強材が用いられるようになったと。そういう経緯があったようです。でただし、ビダール氏は、これでもう需要的スタイルを諦めて、もうすべて金属補強材でいいと思っていたわけでは、どうやらないそうで、この後20年間も、高分子材料の検討を続けていたという記録が残っていたので、もしかしたらですね、新しい高分子材料の発展とか、まあ、開発を待っていたのではないかということが、このことから伺い知ることができます。
で、今問題となっているのが、古く作られたテールアルメ工房の金属補強材の腐食というところが今問題となっております。1970年代に建設されたテールアルメ溶壁が今フランスでですね、多く変状を来していると。で、これは主に鋼材ですね、補強材の腐食による変状ということで、この左側はもう壁が一部部分的に崩れ落ちた場合ですとか、あとはこれ一枚一枚のパネルにグランドアンカーを打設して、パネルが動かないように固定しているような、そういった事例になります。で、この開発したですね、発明をした、まあ、イフスタールとしてもこれに関しては問題視をしていてですね、で今ですね、こう崩壊事例ですとか健全度調査ですとか、補強設計のマニュアルっていうのをこの右手にあるようにイフスタールがですね、発行をしています。全部フランス語で書かれているんですけども、このタイトルをまあ直訳すると、補強盛土に用いる金属補強材の腐食に伴う病魔診断補修という、そういうタイトルで、このマニュアルを公開をしていて、このマニュアル作成にはテールアルメ協会も入っているんですけども、事実に基づいたマニュアルとして、まあ、公開をしているんですけども、まあ、ここにまあ発明機関としての責任があるということが、分かると思います。問題となっているのは、1970年代ですね、まだ金属補強材の、防製技術がまだそれほど高くなかった時代、これについては今は問題ないということを聞いているんですけども、当時は今から見れば技術が未熟だったということで、途中で金属が腐食していくということが起きているということのようで、そういった事実がいろいろデータがこのマニュアルには多く記載されています。で、残念なのが、これ全部フランス語で書かれていて、海外非公開ということで、で、海外で、例えばオランダなどについては、同様の変状が生じているっていう情報は、彼らはキャッチしているんですけども、まあ、あくまでも、イフスタールは国立の研究機関だっていうことで、これをわざわざ英語にして、海外に、情報発信する必要はないという、そういった、これを書いた人にですね、結構、これは、外に言った方がいいんじゃないかと、安全に関わることなので、情報公開した方がいいんじゃないかっていうことをかなり強く言ってみ、打診してみたものの、そういったことは未だになされてなくて、これは、フランス語で書かれたままっていうことで、海外は多分では公開されていないという、そういった状況になっております。で、次、続いてですね、着目点の3なんですけども、こちら、鉄道建設での適用例の少なさということで、まあ、これ意外なんですね。これフランスで開発されて、フランスはまあ古くから鉄道ネットワークがですね、発展してきた。国ではあるんですけども、適用事例が少ない。で、在来線で数箇所程度であり、TGV ですね、フランスの高速鉄道では適用事例はなかったと。私が赴任した時ですね、2014年当時は、また TGV では使われてないと。で、なぜかというと、やはりこの金属補強材の腐食に対する懸念があったことと、あとは高速走行で高周波の再開を受けると、その動的荷重が補強土体にどのような影響を及ぼすのかって、その影響がわからないということで、ずっと採用を見送ってと、フランス国鉄 SNCF は、その採用を見送っていたと、そういった経緯があったそうです。で、そのために、よりまあ、このテールアルメ工法の高度な利用に向けて、イフスタールでは追加検討をやって、2008年から2010年ぐらいに精力的になされていて、ルーアンというところに試験場、パリよりだいぶ北の方にあるんですけども、場所に試験場があって、ここでは TGV を想定した動的繰り返し再化を実施してですね、それで盛り土の沈下ですとか壁面の変状、補強材張力などを計測したと。で、それによって TGV への適用が認められたということで、当時一番議論されていたのは、まあ、在来線である程度時速100キロとかで、まあ、盛り土の上を鉄道が走るっていうのは普通にあるんですけども、それを高速走行で300キロとか320キロで走行した場合に、盛り土の中にどういう先端波が、伝播するのかっていうのは分からない。で、その先端波によってある時補強材の張力が効かなくなる時も出るんじゃないかっていうことをフランス人はすごい懸念をしていて、そうすると補強土体が不安定になるんじゃないかっていうことを非常に懸念をしていたということで、これに関してはこのルーアンでの実験でもやっていましたし、あと数値解析です。有限差分法とか、フラックとかを使って、いろいろな検討がなされて、いろいろな学会、国際会議等で発表がされております。
で、それで、そういった経緯を踏まえてですね、フランス国鉄も、じゃあまず試しに使ってみようということで、TGV への初適用ということを行っております。でもこれ、断面図であり、左側がその写真なんですけども、この写真では鉄道の横を走る、テルアルメオ駅で、まあ、ちょっと写真は見つからなかったんですけども、こちらの図面の方は、鉄道軌道を支えるテルアルメオ駅として使われているんですけど、まあ、これを見て分かりますように、軌道中心からですね、結構壁面までの距離がこの 6.5 メートルぐらいあるということで、スリアル候補だと、まあ、日本は境界地が多いということで、擁壁を作るときギリギリに軌道中心、壁を軌道中心に寄せて作るっていうことがなされて、それがまた可能となるのが 3R 候補のメリットであるんですけども、まあ、フランスではそこまでギリギリまで寄せなかったっていうことで、まあ、これについていろいろ聞いたらですね、やはり壁面近傍に軌道中心があると、まあ、危ないんじゃないかっていう、そういったことを、まあ、懸念していたっていうことはコメントとして言っておりました。で、当然この初めて適用したということで、この中には多くの計測器が入っていてですね、で特に高速走行時の盛り土内の応力の、センダー波の電波をいろいろドア付けを測ってみたりですとか、当然ながら補強材の張力を測ったりっていう、そういうことをやっていてですね、今のところのテルアルメ協会としては、その発生する補強材張力が、この、金属補強材の持っている、破断強度ですとか、引き抜き強度よりも低い領域でしか発揮されていないから安全だっていうことを今、主張をアピールしている、そんな状況になっております。で、残念ながらですね、この TGV にですね、なぜジオシンセティック補強度が試されなかったのかって、これが非常に残念で、これをフランス人の技術者に聞いてみたんですけども、まあ、これについてはですね、彼らが答えは明確で、まあ、テールアルメはもともとフランス発祥で、この時イフスタールもかなりの貢献というか技術的な関与をして、試験場を提供したりとか、そういうことを一緒にやっているわけなんですけども、まず、自分たちのところで発明された補強度工法を使うというのは当然発想としてあったと。で、世界に唯一しかテールアルメというのは存在しない、商標登録がされているというのは非常にわかりやすい。これがテールアルメ工法だというのはわかりやすい。でそれに対してですね、このジオテキスタイルの補強度は、類似したものが世界に何種類も存在して、どれがいいのかよくわからんということをフランス人は結構言ってました。で残念ながらフランス人技術者は、日本で 3R 工法が新幹線にいっぱい使われているっていう、そういった事実は全く知らなくてですね。なので、テールアルメを使ったっていう、そういった回答が得られました。で逆、これをですね、逆転取れば、既存の技術をですね、日本で、実績ある技術を、の適用先を海外に拡大するためのポイントとしては、単にですね、単にというか、そういう、単純に性能が良いとか、コストパフォーマンスが良いだけではなかなか採用され、新しい市場には採用されにくいんじゃないかなということが、ことが分かってですね、重要なのはまず情報発信ですね。いろいろ国際会議とか研究者の間では、いろいろ情報発信が英語でなされていたとは思うんですけども、それも非常に重要なんですが、やはりどの工法を使うのか、どうやって設計するのかっていうのは、その国の技術者っていうことが重要で、もう必ずしもこういう人たちは国際会議とかそういう学術会議のようなところには参加はしていないので、こういった技術者へ直接情報発信をするっていうことが重要なんではないかということと、あと説明をしても、じゃあそのマニュアルはあるのかっていうことを必ず聞かれるんですけども、この英語版の鉄道標準とかですね、3R 工法のマニュアルっていうことが絶対に必要である。ここは、当時、今いろいろ英訳が進んでおりますけれども、当時はほとんどなかったっていう、これが絶対に必要だっていうことと、あとは簡潔明瞭な技術にするっていうことが重要で、これが 3R 工法と分かりやすく伝えていく必要があって、名前と何が特徴なのかっていうことを分かりやすく伝えていくっていうことが必要で、これはテールアルメ工法はかなり明確にやってるのではないかなっていうふうに感じております。で、さらにですね、日本で優れてるよっていうとですね、彼らはそれは災害大国日本に適してるものなんでしょって、うちには地震はないよとか、そんな大雨はないよっていう、そういうことを言われるので、3R 工法確かに災害に強いっていうことは売りの一つだと思うんですけども、
それ以外にもですね、例えば軟弱地盤での建設とかコストパフォーマンスがいいとかですね、いろんなメリットがあると思うので、この日本は災害大国だっていう、でそこに適した工法だっていう、どうしても先入観をどの海外の人も持ちがちなので、必ずしも それだけではないんだよっていうことを効果的に伝えることが重要なんではないかなっていうふうに考えております。以上が、一つ目の、話題ということになります。で、続いてですね、二つ目の話題として、まあ、今までの話を踏まえてですね、3R 候補今後海外展開にしようという、そういった今流れにあるというふうに聞いておりますけれども、この海外展開に向けた課題についてですね、いくつか、私の、前職でのいろんな業務の経験を通じて感じたことなどを、少し紹介させていただきたいと思います。で、まずですね、この強み、弱みを整理する必要があるのかなっていうことを思うんですけども、海外展開に向けた 3R 候補の、強みとしてはですね、いっぱいあると思うんですけども、まず高速鉄道における圧倒的な実績信頼ですね、日本国内で。他のこのジオ的スタイル、補強領域でこのような実績信頼は見られない。特に高速鉄道は見られないと思います。で、今までほとんど全く事故がないとか、日本の大地震を経験しても崩壊したことがないという安定性とか、信頼性の高さがあるということで、しかもそれは単に経験で今まで大丈夫だったよというだけではなくて、力学的な裏付けが結構明確であるということも強みだと考えられます。で、もう一つは地盤条件とか設計条件が厳しいほど他工法よりも有利になってくると。確かに初期コストの安さだけで戦おうと思うと不利な部分があるかもしれないんですけど、その後ライフサイクルコストを見ると有利になると。特に軟弱地盤上の建設、普通の擁壁であれば区域基礎が必要であるような、そんな擁壁橋台の場合ですとか、あとは地震作用が大きい場合ですとか、あとは許容変形量が厳しい場合など、条件が厳しければ厳しいほど 3R 工法のメリットが、コスト的なメリットが出てくるということが強みとして考えられると思います。で、弱みとしては一方でですね、海外での知名度の低さということで、他にもこう、ジオ的スタイルを用いた補強度工法というのは数多く存在する中で、この 3R 工法がどのような特徴があって、どういう実績があるのかっていう、なかなかちょっとアピールがまだ海外に向けて、海外の技術者に向けたアピールが少ないではないかなっていうことと、あとは海外でこれを適用するときのビジネスモデルとして、どのようにこう収益を上げていくのかと、もう当然特許は切れていくいる中で、どうやっていくのかっていうところは、弱みとしてはあるのではないかなというふうに感じております。でもですね、最近ですね、東南アジアを中心に適用事例が増えていてですね、こちらはベトナムの事例ということで、これ、3R 工法協会からご提供いただいた写真なんですけども、こちらで使われた実績があったりですとか、あとは、インドネシアの車両基地ですね、MRT プロジェクトの車両基地で、3R 工法が使われた事例があるということで、こちらはその車両基地の概要なんですけども、施工中の写真も、ございまして、このように、日本と全く同じようにですね、写真を見る限り、全く同じように、3R 工法が現場で作られているということが分かります。ただし、このインドネシアの事例では、日本のゼネコンが直接受注して現場で作るということで、かなり日本で作るような形でできるっていう、体制としても近かったっていうことなんですけども、今後を考えると、日本のゼネコンが直接受注しないような海外プロジェクトで展開するには、どうすればいいのかとか、何がポイントになってくるのかっていうことを、インドの事例をですね、挙げてですね、少し紹介したいと思います。これ皆さんご存知だと思うんですけど、インドにおける高速鉄道の建設計画というのが今着々と進んでいてですね、これ国土交通省のホームページから引用したものなんですけども、今現在動いているのがアーメナバマード・ムンバイ間、ここだけで約500キロ、東京・大阪間ぐらいの距離があるんですけども、ここに、日本方式の新幹線を、建設するということで、もう決まっておって、今設計が進んでいるという、そういう状況になっています。で、ありがたいことにそれを日本の設計基準を適用すると、日本の鉄道標準を適用するという、そういった内容でプロジェクトが進んでおります。で、最高時速は320キロということになっています。で、ただしですね、このインドのこの中央部から西部のあたりというのは、日本にあまり存在しないような特殊土が広く分布していると。で、これ名前がブラックコットンソイルというですね、綿花の栽培に適したですね、黒色の土ということで、こういう名前が
名前の土が分布をしていて、古くはこうアフリカ大陸とインド大陸一緒だったので、アフリカの東部にも全く同じ土が分布していると、そういった地盤の上に日本方式の新幹線を作るという、そういったプロジェクトが、今動いております。で、今日ですね、このインドにおいてですね、以前の仕事でいろいろこう、この特殊度の対応どうするかとか、その仕事を通じて、海外に、日本の技術を展開するためにはどういうことに気をつけなければいけないかっていうことを感じることがいろいろありましたので、それについてちょっと紹介しようと思います。で、インドで全面採用となっているのは、スラブ軌道ということで、バラスト軌道と違ってですね、全部 RC 床盤上に直接スラブ、レールを建設するといった、そういった、工法が使われることになっていてですね、初期コストは当然バラスト軌道ですね、よりも高いんですけども、維持管理費が非常に低いということで、こちらある文献で、バラスト軌道とスラブ軌道の、ライフサイクルコストを比較した事例なんですけども、このように、当然、スラブ軌道の初期コストは高いものの、その後の維持管理費ですね、は、4分の1ぐらいだっていう、そういった実績がございまして、インドではこれを採用する。で、難しいのが、許容変形量が小さいと。バラスト軌道の場合は、盛り土がちょっと沈下しても、バラストを入れ直してメンテナンス日々やればいいっていう、そういう、方式なんですけども、こちらなかなかそういうメンテナンスの対応が豪なものを乗せるっていうことでできないということで、非常に、平均用変形量が小さいといったところが難しさとしてあります。で、そこで悩ましかったのが、インドでどうやってこう鉄道の盛り土を作ればいいのかということを当時、いろいろ技術的な検討をする必要が生じました。で、まずですね、こう、インドでどういう地盤があってですね、どうやって土木施工がなされているのかっていうことを知らなければいけないということで、いろんな機会を見つけてですね、インドを訪問して現地の技術者と話すような、技術交流をするようなことを当時やっておりました。例えば、ブラックコットンソイルの調査団として行ったりですとか、あと貨物鉄道ですね、の建設現場、こちらほとんど盛り土で作られるんですけども、建設現場に行ってきました。ここではですね、非常に高いレベルの、盛り土の施工、締め固め管理がなされているということに非常に驚きました。というのは、このインドの貨物鉄道 DFC っていうんですけども、軸重が 32.5 トンということで、日本よりもはるかに重たい貨物鉄道を2階建て車両を走らせるっていうのを今プロジェクトとして動いていてですね、それ用の盛り土ということで、締め固め管理を厳しくやっているということを聞いたので、現場に行かせてもらったりですとか、あとは、ジオテキスタイル補強度工法っていう日本の技術を、普及、広めるためにですね、インド鉄道標準化機構に行っていろいろ話をさせてもらったりですとか、これは鉄道技術展示会なんですけども、そこに行ってですね、いろいろインドの、これもインドの地盤工学分野の技術者なんですけども、との交流をしたりとか、こういったことを行っていました。で、この時に、この一つブラックコットンソイルっていうことが問題にな、なった、課題になったんですけども、それがどういったものかっていうのを少し話は脱線するんですけども、紹介したいと思います。これインドに広く分布する特殊度で、防潤性粘土、モンモリオナイトが影響することによって強い防潤性を示すということで、湿ると大きく膨張して乾燥すると収縮するっていうことで、これ寒気に行った時の写真なんですけども、このように地面に亀甲状のクラックが多く発生すると収縮しているので、で、日本の技術基準では全くこのような地盤の上に何か構造物を作るということは想定していないといったことがありました。で、これもうちょっと近くで写真を撮ると、クラックの深さは簡単に1メーター以上に達するということと、その現場で水をかけると膨張して泥泥化するということと、という特殊な土になっていると。で、これ寒気では N 値50以上の強固な地盤なんですけども、インドの雨季ですね。7月、8月、9月ぐらい、今強烈な雨が降るわけなんですけども、そこでは軟弱化して、うっかり車で走るとタイヤが半分埋まってしまうぐらいのような、そんな地盤になってしまうという、そんな地盤が、インドには存在をしました。なので、日本で全く、考えてなかったようなことをいろいろ配慮しなきゃいけないということが、海外プロジェクトで発生いたしました。
で、このブラックコットンソイルどれだけ膨張するのかっていうことで、一回試験をやってみたんですけども、このブラックコットンソイルをですね、あるリングの中にセットして、自然岩石なんですけど、低堆積条件で飽和させると、推進させたらどうなるかっていうことで、まあ、いろんな、種類があるんですけども、最大で200キロパスカルっていうことで、高さ15メートルぐらいの盛り土をいうふうに押し上げてしまうような、そんな防潤、高い防潤圧を示すような土だっていうことが、分かっていて、インドでもいろいろ住宅ですとか道路ですとかいろいろ問題が起きる土でありました。で、何が技術課題なのかということなんですけども、このブラックコットンソイルの上に例えば鉄道盛り土を、作ってしまうと、まあ、雨季の7月から9月においては、雨が降ることによって、特に乗り尻部が変状したりですとか、地盤全体が隆起したりですとか、寒気に収縮したりということで、この鉄道盛り土天場の位置が変異が出てしまうんじゃないかということが懸念されたということですね。でもう一つ、こうインドでこうあの土木工事、土の工事を、土工事をするとき の、ね、あの技術課題としては、インドの施工管理のレベルってのはどのくらいなのかっていうのは当時分からなかった。先ほどちょっとあの貨物鉄道の事例も紹介しましたけれども、日本並みの盛り土が作れるのかと。日本のような、で手に入るような、良質な材料が手に入れられるのかとか、それで施工管理ができるのかっていうところが分からなかったので、ここら辺の技術課題を、検討しなければいけないっていうことが当時分かりましたので、実際にインドに試験盛り土を構築してみるっていう、これ JICA のプロジェクトでやったんですけど、2016年に行いました。やったことはですね、ブラックコットンソイルの上に、試験高さ6メートルの試験盛り土を作るということを行ってですね、これによってですね、まあ、ブラックコットンソイル対策としていいのは何かっていうのを検討すると同時に、インドで施工をするというときに、まあ、日本とどれだけ同じレベルのことができるのかっていうのを検討するという2つの目的があって、このような試験盛り土を作るということを行いました。で、この時に、対策の効果を見るために、まず無対策、ブラックコットンソイルの上に直接、高さ6メートルの試験盛り土を作る場合と、あとインドではですね、よくですね、こう、軟陶水性の粘土層っていうのを、被覆、盛り土とか、運河とかですね、の、盛り土の上に被覆するっていうことをよく行うんですけども、それを盛り土の下に入れてですね、そうすると、このブラックコットンソイルがあっても、そこに水が行かなければいいんじゃないかっていうアイディアと。あともう一つは、これ日本でよく使われる工法なんですけども、セメント改良歴土スラブといって、セメント改良土の中にジオ的スタイルを入れて、これも補強土の一つだと思うんですけども、入れるということで、で、セメント改良土が圧縮材、ジオ的スタイルが引っ張り材ということで、合わせると、これが一つのバンのように曲げ合成を持っているバンとして作るっていう、これをブラックコットンソイルの上に作れば、仮にブラックコットンソイルが膨張、収縮したとしても、まあ、力学的にそれを抑えてくれるんではないかということで、3つ、試験盛り土を作ってみて、この対策後の効果と、インドの施工管理ってどういうものかっていうのを勉強しました。で、ちなみにですね、このセメント改良歴土スラブっていうのは日本ではよく鉄道で使われていてですね、こちらにあるのは JR 両毛線の 3R 工法による高架化工事の事例なんですけども、もともと軟弱な地盤があったんですけど、通常であればいっぱい地盤改良しなければいけないところを、このスラブを先ほどのセメント改良歴土スラブを用いることによって、それが曲げ合成を持つので、この地盤改良率を下げることができる。こちらが施工中の様子なんですけども、まあ、ジオ的スタイルをこう敷設しているんですけども、まあ、一般の土工事と同レベルの施工管理作業で、このスラブを構築できる。当然、コンクリートで必要となるような、型爆法、背筋工が不要であったということで、地盤改良率を大きく下げることができた。で、最近ではですね、佐世保線の複線化工事で、まあ、軟弱な有明粘土の上に盛り土を作るというところでも使われているという、そんな実績があるので、これをインドのブラックコットンソイル上に作ってみたっていう、そういう、検討を行っていました。で、こちらが、試験盛り土の前景になるんですけども、このように、これインドの鉄道省の土地なんで、ここになんか引き込み線があるんですけども、この横の、空いている土地に試験、高さ6メートルの試験盛り土、横から見るとこんな感じなんですけども、試験盛り土を作ってですね、この中が3つに分かれていて、無対策と、軟陶水性粘土層とジオ的スタイル、セメント改良歴土スラブの、断面に分かれている。で、ここで2年間にわたって、動態計測を実施して、盛り土の沈下ですとか、土壌水分量ですとか、層別沈下ですね、各層の盛り土の沈下、支持地盤の沈下っていうのを測って、
まあ、結局結論としては、セメント化力道スラブが最も安定だったねっていうことが、まあ、この結果から分かっています。あ、こちらはですね、全部ここで自動計測を、まあ、まあしているような、あの、計測ハウスがここにあるっていうことで、まあ、よく横をこう、牛が通るような、そんな環境で、あの、実験を、あの、現地計測を、動態計測を行っています。で、この時に直面した技術課題としては 何かっていうと、一つ目が盛土材料なんですね。で、日本では、こう、A 群材料とかそういったものが、まあ、比較的簡単に入手できるんですけども、日本と同等の良質な土が手に入らないということが分かりました。これは地質、別にインド人が悪いわけじゃなくて、これ地質的な理由ということで、そういういい土が手に入るような、こう、山岳地帯っていうのは非常にこう、離れたところにしかないっていうことがあるので、手に入れなかった。仕方なく何をやったかっていうと、80キロ離れた山から運搬していくということで、運搬費が非常にお金かかったんですけども、まあ、それ途中でですね、あの渋滞をしたりということで、盛土材料がちゃんとして予定通り現場に到着しなかったっていうことと、で、それでもですね、日本であるようないい材料っていうのはなかなか手に入れることができないということで、今後の技術課題の一つとしては、これ 3R 工法でも同じだと思うんですけども、やや低級な材料ですね。なかなか日本のような良質材料が手に入らない場合が多いと思われるので、低級材料に対して日本よりも厳しい締め固めを管理することによって、日本レベルの盛土構築ができる、できるのかって、そういった検討が一つ技術課題として必要なのではないかなということを、この現場を通じて、思いました。で、二つ目としては、まあ、ジオ的スタイルについてなんですけども、インド製品はやはり日本製に比べて品質が低いと、まあ、いろいろなものが玉石混交な、いろんなメーカーがあるんですけども、特に強度と耐久性という面では、品質が低いと。で、試験盛土では特別にですね、日本製のものをと、直接、ご提供いただいて、こちらにあるんですけども、こう二軸方向に強度を持つ、ジオ的スタイルを、特別に使用したんですけども、本節構造物では基本的に日本製は使えないと、原則メイクインインディアということがなされているので、でも、メイクインインディアの製品では、なかなか需要的スタイル、いいものが手に入らない、今の現状で入らないということがあるので、これは 3R 工法を使うとしても、なかなか需要的スタイルの品質が低いと構造全体の安定に影響を及ぼすことになるので、これはもう課題としては解決しなければいけないのかなというふうに考えています。なので、例えば日本製の原種を現地メーカーで製品化するとか、まあ、そんな手法があるんじゃないかなということを考えているんですが、これは今後、検討が必要だと考えています。で、まあ、この現地ではですね、いろいろ現地人にですね、レベル測量の技術指導をしたりですとか、あとはこれインド工科大学のラオ教授という、ブラックコットンソイル対策ですとか、補強土の権威であるか、あられる方なんですけども、現場に来ていただいたりですとか、先ほどの計測ハウスの中で打ち合わせをしたりですとか、そういったものを、行っておりましてですね、ここにいらっしゃるのは JR 東日本の方々、このプロジェクト関わっていらっしゃる方々と何度もこの現地にかなり遠いんですけども行ってですね、この試験盛土を、まあ、のプロジェクトを観光いたしました。で、このいろんな何度も行ったんですけども、この時にこのブラックコットンソイルだけではなくてですね、意外にいろいろな課題が浮かび上がった。ここにいろいろ教訓がございました。一つ目は特殊度以外にも日本との違いが多いということで、何があるかっていうと、気温が高いし、雨は強いっていうことがあります。7月、9月の雨は非常に強いと。日本の想定の降雨よりも高い、強い。で、気温も高いっていうこと。でも大地震はないと。だから日本の耐震設計をそのままインドに持ち込むと、当然過剰設計になると。で、あとは日本と同レベルの建設資材が調達できない場合ありっていうのは、盛土材料、ジオ的スタイルじゃなくて、コンクリートの骨材であったり、CA モルダルであったりとか、やっぱり建設資材が簡単に手に入らないということがある。で、日本の当たり前は、海外で当たり前ではないことがあるということ。あと一番大きいのが、商慣習、価値観が異なるということで、まあ、ブラックボックス化された技術は大嫌いだということで、まあ、銀杏技術者は本当に優秀な方、上の方に多いんですけど、プライドが非常に高いので、まあ、全てですね、エビデンスが必要で、常に、技術説明を求められる。これ日本で実績あってうまくいったんだからこれ使ってよっていう説明が一番嫌がられるっていう、そういったことを経験しましたし、いろいろ聞いております。なので、どんなに日本で成功した新幹線技術であっても、単純適用はできないということがございます。そのため、インドの環境条件に適合するように、日本技術を修正して、
現地のインド人技術者の理解を得ることが、まあ、重要で、これが一番重要なんじゃないかなと思うんですけども、これは非常に難しいことだと思います。要は日本 の基準なりやり方をポンと持っていくんではなくて、それをインド用にアレンジしていく。一番いいのはインドにある、インドにも日本よりも長い鉄道の歴史があるので、インドの基準を にちょっと変えて日本の技術を入れていくっていう。要はインドは鉄道の歴史が長いけれども高速鉄道の経験はないよねっていう言い方をして、インドの方の基準なりやり方をちょっとずつ修正していくっていう方が本当はうまくいくと思うんですけども、なかなかそこは難しいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ではそこでいろいろ難しさを感じているときに、じゃあフランスはどのように自分の技術ですね、テールアルメ工法 などの自国技術を海外展開しているのかっていうことを改めて考えてみると、ね、こちら私 のフランス赴任の上司にあたるフィリップ・ライプセック博士なんですけども、彼らに言わせると、俺らは日本とは違ってフランスはスエズ運河ですね、19世紀前半のスエズ運河の時代から海外で土木施工する経験があるんだと、そういうことを、まあ、誇らしげに、本当誇らしげに言って、日本はそんな経験ないだろうっていう、そういうことを、まあ、言われている。で、彼に言わせるとポイント何かっていうと、自国技術をそのまま押し付けないっていうことで、言われたのはなぜ日本は日本と同じものを海外で作ろうとするのかと、日本よりもダウングレードしてもいいんじゃないかっていうことを、まあ、言われて、その通りだなっていうふうに思いました。で、あと自国の優れた技術とか基準を説明しすぎるのは良くないっていうことを言っていて、で、相手を納得させようとしすぎない。納得させようとするよりも、むしろ海外の技術者から、その日本の技術、今の技術もうちょっと教えてっていうふうに興味を持ってもらうことが重要であって、日本技術の理解者を作っていくってことが一番重要だっていうことを彼に言われました。で、もう一つ言われたのが、日本で普及した工法は日本に適した工法に過ぎないということで、まあ、日本の環境条件におのずと適合したような工法になっているわけで、これが必ずしも海外の環境に一番最適かと言われると、そうではなくて、修正する必要が生じるということを彼は言っていたということで、まあ、このようなことを理解してですね、日本のこういう技術を海外に持っていくような、海外展開できるようになるためには、まあ、こういうのを理解して実践できるようなグローバルな人材が土木分野にもっと必要なのではないかなということを感じている次第です。で、ちなみにテールアルメ工法はどのように海外展開しているかっていうとですね、テールアルメ工法協会が単独で動いているというよりは、そのグループであるソレタンシュフレシネグループのプロジェクトとして仕事を受注してですね、で、当然ブランド力あるので、このソレタンシュフレシネが受注した大型プロジェクトの中で、海外プロジェクトの中で土構造物はテールアルメ、区域層はソレタンシュ橋がやるっていうブランド力ありますので、それで海外進出しているっていう、そういった展開の仕方をしているようです。で、もはや特許とか材料では儲けることはなくてですね、コンサルタントで収益を上げているっていうことで、材料を売るんではなくてアイデアを売っているっていう、そういうスタンスになります。で、こちらもやはり一緒で、現地の技術基準、要求性能、土質特性に応じて自分たちの技術を変化させて、現地で受け入れられやすいようにして海外展開をするっていうことが、よくこのテールアルメ協会がパリ西部にあって、これ何度も言ったんですけど、そこの担当者の人が、まあ、営業担当者の人がよく言っていたコメントで、これ教訓とすべきことだなというふうに感じております。で、まとめると、自国技術の海外展開時に必要なこととしまして、重要なのは、まず相手国には技術監修があると。で、当然日本には日本発祥の土木技術があるということで、で、相手国には当然環境、価値観、地盤、コスト、意義、要求、性能というのがあります。で、当然ここの相手国の技術とここは深く関連をしているんですけども、日本の技術と相手国の環境というのは適さない場合、仕様の場合があるということをまず認識することが重要かなと思います。で、この日本発祥の技術っていうのは当然日本語で書かれた技術基準類マニュアルによって、その基準類によって、設計法、施工法が定義されている。こんな環境の中で重要となってくるのは、現地の自然環境、価値観、慣習に応じた、柔軟な対応が必要となってくると。で、現地に適した仕様への変更が必要で、アップグレードが必要な場合もあれば、ダウンゲードが必要となってくる。例えば鉄道の軌道荷重が重いということであれば、アップグレードが必要ですし、L2 自身を考えなくていいというのではという状況では、ダウングレードしてもいいかもしれないという、そういうことがあるかもしれません。で、ここでにおいて、一つ重要なのが、良質な技術英訳ということで、日本語で書かれた技術基準を英訳していくということが非常に重要で、これが非常に難しいんですね。
これよく翻訳家に外注すればいいんじゃないかっていうことを、よく言う人が多いんですけども、これやればやるほど難しくて、要はここね、日本語で書かれた技術的な日本語っていうのは、通常翻訳家の人はうまく理解がすることができないので、当然英訳された結果っていうのは文法は正しくても中身が間違ったものにすることが多いので、だから外注して大体半分ぐらいの仕事が終わった感じで、で、残りをすべて英語がわかる日本人技術者が英語をチェックしていかなきゃいけないっていうのは、これがものすごい、私も多少経験があるんですけども、骨が折れるっていうことで、これをやっていかなければいけないっていうことが一つある。で、もう一つが、この技術分野でのグローバル人材ということで、現地での自然環境、こういったものを理解してですね、技術展開をしていくということで、当然求められていくのは、語学力、コミュニケーション能力、技術力っていうところが、三拍子揃ったものですね。語学力だけとか、技術力だけっていう方は、優秀な方はいっぱいいらっしゃるんですけども、それが全部必ず揃えた人っていうのは、なかなかそんなに多くはいないので、こういった人材を育成していく必要があるのではないかなということで、で、これから揃うと、初めて、相手国に、適した土木技術の確立っていうことが言えるのではないかなというふうに、考えております。で、今申し上げたですね、このグローバル人材っていうことが非常に今大学の方では私は重視をしておりまして、こちらですね、大学の講義の資料そのままで、ちょっとこのスリアル広報協会の、話題提供としてふさわしくないかもしれないんですけど、グローバル人材って何なのっていうことをちょっとだけお話ししようと思います。で、必要な3要素は先ほど申し上げた語学力、コミュニケーション能力、技術力っていうものなんですけども、今の若い学生とか若手技術者を見ると、この1、2っていうのは非常に優れているっていうふうに、20年前の若手よりも英語力ですとかコミュニケーション能力高い人が多いなっていうことを今大学にいて感じております。で、ただしですね、この1と2はとても重要なんですが、それだけで勝負しようとすると、文系の方が優れていると。文系には勝てないと。最終的には勝てないと私は思います。で、技術的な解決ができないと。で、そうすると、受け負い会社に責任を押し付けてプロジェクトを進めがちになってしまうっていうのに。で、なんとなく、今、1、2だけで良いっていう風潮をたまに感じることがあるんですけども、これは少なくともエンジニアと言えないんじゃないかなっていうこと、こんなことを大学で講義していて、今、土木の学科ですね、社会基盤学科っていうんですけど、あなた方評論家とか銀行になりたいんですかって、技術者じゃないんですかっていう話をよくしているんですけど、結局重要なのは、技術力で、語学力とコミュニケーション能力ってある程度年取ってからもいけると思うんですけども、やっぱり若いうちにですね、20代のうちにこの技術力っていうのを身につけることが重要なのではないかなっていうことを感じております。で、この技術者として渡り歩くためには、少なくとも一つの技術分野高い技術力を有しておくような、それが重要かなということと、あと、特に海外プロジェクトで、課題とか問題が発生した場合には必ずハード系力学の知識が必要となってくるということで、これを知らないと責任取れない、説明できない状態になってしまうということで、やはりこの3つを兼ね揃えた人材になるんですけど、まずはこの技術力っていうのを身につけましょうみたいな、そんなことを今大学で講義をしております。ちょっと今余談だったんですけども、このグローバル人材っていうところが一番ポイントになってくるんではないかなというふうに感じております。で、最後に、ね、現在の取り組みということで、このインドの話なんですけども、今、高速鉄道プロジェクトどんどん動いているんですけども、この間ですね、今年7月にですね、このインド高速鉄道公社のカーレ総裁という方が講演をされましてですね、まあ、ウェビナーなんですけども、されまして、これがその時のスライドの一部なんですけども、これも、ね、インターネット上に公開されているんですけども、まあ、驚くことにここに 3R 広報の絵がそのまま引用されていて、で、どういうことをカーレ総裁はおっしゃっていたかというと、高架橋、今、残念ながら最初の新幹線プロジェクトは、用地買収の関係もあってですね、あとブラックコットンソイルの関係もあって、高架橋でメインを作っていくと。で、一部ですね、土工族間もあってですね、トンネル工具地とか、そこには補強土擁壁ですと、補強土橋台っていうの適用が検討されているんですけども、まあ、メインは高架橋になったと。まあ、それで建設コストが非常に上がったんですけど、で、2期以降は高架橋を、変えていこうと。高架橋を需要的スタイル補強土構造とすれば、コストは3分の1になっていく、なると。で、我々は豊かな国ではないから、これが必要だと。で、今後の新路線では、この需要的スタイル補強土を使っていきたいと。で、その時にはインド国産の需要的スタイルを使いたいということをカーレ総裁述べていて、で、インドの環境条件に適した需要的スタイル補強土工法を日印で共同開発したいって、そういうことをカーレ総裁はこのウェビナーでおっしゃっていました。なので、まあ、今後ですね、日本技術者の
理解者をどんどん増やしていくことが、まあ、3R 広報の海外展開、時間かかるかもしれないんですけども、一番確実なことかなというふうに感じております。で、まあ、例えばですね、これ左側、その一例なんですけども、インド工科大学のアメダバードに訪問しですね、まあ、地盤工学分野での技術交流をしたりですとか、あと私の今、大学という立場でですね、インド人の留学生を受け入れるということをいろいろ行っておりまして、この間も一人ですね、インド鉄道省から2年間修士課程で来た学生 が来てですね、締め固めの研究をしたんですけども、卒業していきましたし、今もですね、インド工科大学を修士課程卒業した博士の学生が男女1名ずつ私の研究室におりまして、で、地盤工学だけではないんですけども、そのようにインドとのつながりですとか、まあ、やっぱりこの日本技術の理解者、インド人の理解者を増やすような、そんなことも行っておりますので、そういった形でも、こういう日本の固有技術の海外展開の、まあ、一助になれればいいなというふうに考えて、日々過ごしております。で、長くなりましたけども、最後にまとめと、今後の課題ということで、3R 広報の海外展開時のポイントは、一つは良質な技術英訳、これ非常に重要、非常に時間かかる。もう一つは、現地の自然環境、価値観、慣習に応じた柔軟な対応が必要である。で、グローバルな人材の育成が重要となってくるというふうに考えております。で、今後の課題としては、今日あまり述べることできなかったんですけど、設計法と施工法に関する技術者、設計法はある程度国内でもできるかもしれない。施工法に関しては現地で教えなければいけないということで、これは特に3R 広報、いろいろ特殊な作り方がありますので、これは今後力を入れていかなければいけないことかなというふうに考えています。で、あと力学的に未解明な事項に対する研究開発ということで、意外に分かってないことが多くて、例えば盛り土の締め固め管理のあり方ですとか、要はちょっとレベルが落ちる材料に対してどう締め固めをしているかということと、L2 耐震調査が不要な場合に、今の 3R 広報、どこかこう、落とせる仕様はないのかということと、あとは簡易な壁面工ですね。例えば今のような号ではなくて、もうちょっと簡易な作り方とか、そういうものがないのかっていうところは、まあ、日本ではさほど必要じゃないような話かもしれないんですけど、海外提供に向けては、結局はこういう力学的な部分を分かっていかなければいけないということと、あとは技術的な話になりませんけど、ではないんですが、粗悪な模倣品がどうしても出てきてしまうと思うので、それがどっか事故を起こす風評被害になると思うので、やはりこれが 3R 工法っていうのをちゃんとこう定義をしておいて、その真似されたこうなんていうんですか、なんちゃって 3R 工法はあれは違うものですよっていう、そういう言い方をするような確固たるものを多分作っていくことが海外展開では必要になってくるんじゃないかな。日本ではそういうことは滅多に起きないと、悪意のあることは起きないと思うんですけど、海外だと何が起きるかわからないので、こういったものに対する備えも重要となってくるんじゃないかなというふうに考えます。なので、戦略的な対応が求められると思いますし、私今の立場でいろいろ協力させていただければなというふうに考えています。長くなりましたけれども、以上で、私の、講義と話題提供と、